お疲れ様です。体調崩しちゃったね。ジャンクサルです。いや、昨日までね、すごく暑くて、で、今日はね、寒いぐらいだったんですよね。で、気温差に、ちょっとね、ついていけなくて、かなり私、デリケートなんですよね。なので、体調崩しちゃってね、ほんと申し訳ないですけど、今日のね、動画はね、ちょっとお休みさせていただこうかなっていうか、これ見よがしに置いてんじゃんってね、これね。はい、マジで今日ね、休もうかなと思ったんですけど、せっかくだしね。懐かしくないですか、この箱。久々だね、これ。そう。ちょっとごめん、ほんと体調悪いからさ、ちょっとしどろもどろになったりとか、鼻声だったりとか、ちょっと痰が絡んだりとかするかもしれないけど、そう、チームトランスポートですね。久しぶり出たよね。箱で買ったの久しぶりだ。いつぶり？半年は言い過ぎか。でも結構間が空きましたよね。多分箱で買ったのは半年ぶりぐらいかな。こんなちっちゃかったんだと思って。で、まあ箱買いしちゃったんですけど、ちょっと今回ね、魅力的な内容だったんでね、買っちゃったんですよね。私がね、多分行くであろうトイザラスはね、1ケースしか入らないんですよね。チームトランスポート。多分ね、2ケース入ってるかな。いや、1ケースだね。なので、多分、その、1台目っていうか、1セット目ね、取ったら、次買えなくなるからなと思って、全然揃わないから、前回それで苦労したからさ、ちょっと思い切って買っちゃったんですよね。まあちょっと体調悪いけどさ、これ見ていこうかなと思いますよ。すごいペラッペラっすね、箱。こんなでしたっけ？あれ？こんなだったっけ？マジで。これね、5月の20日に出るね、チームトランスポートなんですけど、ちょっとだけね、裏毛で。ゲットできちゃったんですけど、まあ、小出しにしてるわけじゃないけど、今、いろんなとこで買ってるからね、私もね。で、今回は、まあ、大体チームトランスポート4つ入りなんですけど、これと、これが2台かな、シルビアのセットが2台、マスタングのセットと、とモッパーのセットって言っていいのかな、なるんですけど、ちょっと値段上がっちゃってるんですよね。1箱買ったら、1万円弱ぐらいしたのかな、9600円とか。だから前歯で、いくらだっけ2000円の消費税ぐらいだったよね。2200円ぐらいだったと思うんですけど、今回2400円かけ4とかなってるよね、多分。もう1万円弱ですからね。前まで、値引きなんかもあったら8000円ぐらいで買えてたような気がするけど、どんどん値上がっちゃうね。っていうか、まだ上がるんでしょ？いろんな方から教えてもらったり、ホットオイルのね、販売もされてるところ、方からね、教えていただいたり、資料をね、見せていただいたりとかしたんですけど、また上がっちゃうね。まあ、サイドラインがね、上がるのはそんなにね、なんだろう、問題視してないというか、まあ、たまにしか出ないしね、みたいな感じなんですけど、ベーシックが上がっちゃうからね、メインラインと単品販売、50円ずつかな。だから、その、もともと単価が低いから、値上がり率、値上げ率っていうのはすごいよね。だから、ちょっと前のより、100円ぐらい上がっちゃうのか、1、2年前、2年ぐらい前かな。50円ずつの値上げだったんですけどね。実売がどうなるかですよね。前回の値上げが、いつだっけ？去年の春先ぐらいか。300円の消費税だったのが、350円プラス消費税になった。50円のね、値上げだったけど、実売はだいたい80円ぐらい値上がりしてますよね。で、今回も50円の値上がりかな？8月かららしいですね。なので、どうなるかですよね。もう400円の消費税だから440円か。メーカー希望小売価格的には。ちょっと前のトミカとかですね。もう。ていうかサイドラインがまあ400円ずっとね、続いてたんで、どうなるかなって感じなんですけどね。もうほんと。あれ、マッチボックスのベーシック化は上がんのかな。マッチボックスはムービングパーツと、コレクターズはもう値上がりしちゃったのか。まあまあね、ちょっと今回の動画とは関係ないんですけど、ちょっとこれをね、見ていこうかなと思うんですけど、そう、だから値上がりしちゃって、9600円とかだったんで、さすがに無理だわと思って、このシルビアのセット、もうこれ欲しかったんですけど、ちょっと他の2台もね、欲しかったんで、箱で買ったんですけど、ちょっとね、さすがに9600円、一人で負担するのはきついやと思って、シルビアのセット1台は、友人が引き取ってもらうようにしました。ダブってるのを引き取ってもらって申し訳ないけど、心よくいいよっておっしゃっていただけたので、本当ありがとうございます。だから、全然私もお金ないですからね、マジで。YouTube で儲かってるとか、全然、そんなことないですからね。だから、まあ、私の持ち物は、まあ、3台ですね。1台はちょっと、友人にね、お渡ししようかなと思うんですが。で、この3台、
っていうか3台とか3セットだね、今日はどんどん開けていこうかなと思うんですけど、なかなかちょっとね興味深いセットにはなってると思うんで、ぜひね最後まで見てやってくださいっていうか、あれさっき冒頭でどんどん見ていこうとか言ってて、まあなんかループしてるね話は、ごめんね体調悪いからね。一応番号順に見ていこうか。これがね50番らしいっす。でマスタングのセットって言っていいのかな、23フォードマスタング RTR スペック5とエアロリフトね。あ、チームトランスポートもこんな感じで下からコの字に開けると戻せますからね。これちょっと待って、エアロリフトがかっこいいぞこれ、やべえな、ちょっとこう扱いに困るな。はい、これですね、エアロリフト。おやっべ、あ、これ。かっこいい。マットブラックでね、なんて書いてある？ファンフェーバーって書いてあるの？ RTR ビークルズかな？おぉ。あ、これはね、意外と良かった。意外と良かった。いいね。で、こちらのね、23フォードマスタング RTR スペック5なんですけど、あ、ここに書いてあるわ。ここ、タンパのやつ。あ、で、これがね、キャスト的には、なんだっけ、18フォードマスタング RTR、まあいいや、なんですけど、同じキャストの使い回しですね、要は。23とか言ってるけど、これで、今回で5色目かな？スライドストリートで出て、2パックで出て、ブルーバード出ての5色目ですね。あ、短期間でね、1年ちょっとぐらいの間に5カラー目ですよ。5バリエーション目ね。今回のなんかちょっとガラッと変わっていいね。甘いの分持ってくればよかったっていつもね、準備不足。全体的にちょっとラッピングっていうかしてあるから、すごいね、担保の量が。ふえこれ、あれなのかな？ 23 年とか言うけどさ、基本的に一緒なの？しかもこれ何のレースなのかわかんないんですけど、まあいいや、まあ、マスタング好きとしてはねたまんないですけど、ググって調べる、あ、ほらウィンドウにも担保がしたっていいね。ここマスタングアルティア、いいですね、かっけえわ。だからこれも欲しいし他のも欲しいし、でやっぱり、全種類今回欲しかったんですよね。だからこれが、5色目っていうことは、エアロリフトもあと4台いるね。そんなに買えないね。でもここ乗せたくなりますよね。おー、かっこいいね。これ多分ね、今回の3種類の中では一番人気がないというか、これ出すぎだからね、マスタング。だけど、かっこいいぞ、これ。ちょっとなんか秋っぽいね。日本の紅葉っぽいよね。でもすっげえなこれ、担保の量が半端ない。ただの色変え、あ、ここもすごく細かい、まあいいや。まあじっくり見るといろんな発見があるかと思うんですけど、これコストかかってんな。で、ナンバー51がね80ダッチマッチョパワーワゴンとレトロリーグですね。マッチョですよ、マッチョ。はい、これねでも戻せるけど開けづらいんですよね。よいしょ。今回ね、これちょっとね、今回人気ないかもしんない。どうだろうな。これね、全然縮尺がね、わかるかな。合ってないんですよね。このレトロリーグって、もともとちょっとね、キャビンちっちゃいんですよね。ここ、キャビンって、この部分ね。この部分だけで言ったら、スケールがわかんないけど、72分の1とか80分の1ぐらいわかんないけど、これがでかいからね、見て、これ。積載とあんま変わんないぐらいですからね、これ。ああ。でもこれね、かっこいいんですよ。かっこいいんですよってわかる。あの、モッパーはこのマークね。この、これね。これ。まあ、ダッチのカスタムメーカーっていうかね、そんなカスタム、まあカスタムブランドっていうか、そんな感じなんですけど、それのカラーになってて、わかります？青、白、赤みたいな感じ。なってて、でもオパーででかでかと書いてあってさ、でこうわかる、こうした時にこう、うるせえってね、なんかこう斜めのね、なんだろう、デザイン、赤のラインのねデザインとか統一してあって、かっ
かっこいいなと思って、だからなんだろう、外国のこうね車とか好きな方、やっぱモパーって憧れあるじゃないですか。私も大好きなんですけど、あそうだ、モパーのアソートのやつ、まあいいや、いつかねちょっと いろいろ用意してるんですけどね、モパーについてはあのまたそのうち動画にしたいと思います。はい、うん、これレトロリグ、でもこう、レトロリグでよかったのかな。でもレトロリグだとここダイキャスト成分が多いしね。これでも縮尺さちょっと合ってないんですけど、これでかいからね、80ダッチマッチョパワーワゴン。これマッチョはね、マッチョなんですよ。これもあんま出てないんですよね、バリエーションが。最近だと、まあ、よく見るのがっていうか、2021年ぐらいのコレクターズエディション、なんだっけな、あの、3000円分買ったらもらえるやつ。あれで、ジャマックのやつが出てましたね、無塗装のやつね。あとが、デザートラリーか。にも入ってましたね。デザートラリーは確か、バースデーなんかでも安く売られてたんで、見かけたことある方多いかと思うんですけど、今回ちょっとガラッとイメージ変わって、これと、まあ、縮尺合ってるかどうかはさ、別にして、明らかにね、積載されてる側がでかすぎるんですけど、これかっこいいなぁと思って、やばいなぁ。レトロリーグも、なんだろう、青部分の塗装が全然違う。わざとかな、これ、キャビン部分とここ、この、なんて言うんだっけ、エアなんちゃら、のとこか違うけど、いいね、ダイキャストいいのはいいね。ココアプラーですけどね。あ、やっぱ全部乗っけてね、乗っけて飾りたいとか遊びたいですね。ほらかっこいい。あーやるね。どこかの日本のね、あのミニカーメーカー様っていうかね、玩具メーカー様の積載とは違うなとか言っちゃ怒られるね。でもこれさ、ね、かっこいいぞこれやっぱ。これもしね、なんか残ってるよとかなったらね、ぜひ購入されてみてはいかがですかっていうか、進めにくいな、高えしな。でもこれはかっこいいぞ。ここ白部分が結構色変えてあるの分かります？わざとかな。結構芸が細かいね。いいね。で52番が日産シルビアの S13 と桜スプリンターのセットですね。どう考えてもこれがあの今回の一番人気であろうと思うんですけど、私的にはそんなに日本車にこだわってないっつうかね、わざわざっていうかね、まあ、外国のメーカーであるマテル様のミニカーで買わなくてもなっていうところあるけど、国産メーカー様があんまり頑張ってくんないから、古いのがね、手に入れづらいんですよね。これ、なんか入ってますね。桜スプリントは久しぶりじゃない？いつぶりだ？ちょっと思い出せない。シェルかなんかのポルシェのやつにあったよね、ぐらいですね。あ、いいね。ここ、かっこいいな、ここ。あ、そうだ。これね、シルビア。あれこれプレミアムで出てましたっけ？ちょっと前のあのベーシックが単品販売入ってたのかな？赤のやつがありましたね。で、このカラーリング自体は初出のやつ、いつだ？ 2020 年ぐらいのベーシックかメインライン入ってたんですけど、もちろん私持ってないですからね。その時は単品販売とかないから日本車なんて買えなかったんですよね、ほんと。今だと大体ほらメインラインに入ってる日本車っていうのは単品販売になるじゃないですか。で、まあ結構売り場に残ってたりとかするんですけど、これが出た時は単品販売とかなかったから、日本車からどんどん消えてったんですよね。まあまずみんな日本車買うって感じで、でも私は外国車の方がいいから外国車優先してたんでとか言い訳してて、だからこのカラーリング初めてですね。でもこんなフル担保にはなってなかったと思うんで、まあ追加塗装がありのこんなホイール、かっこいいね、このホイール。このホイールいいっすね。いいね。なんか樹脂感丸出しだけど、そんなに安っぽく感じないっていうね。そうそう。だから、これ、まあ、欲しいなって思ってたのかな。でもまあ、せっかくだからね、今回。
手に入るんだったらね、手に入れたいですよね。で、このデザインに合わせたこう稲妻的なマーク、デザインになってますね。桜スプリント、この積載車ですね。オイルの色なんかも合わせてあるね。これのね、桜スプリントいいんですよね。いいけど、結構ほら、日本車のチームトランスポートに含まれるパターンが多いと思うんですけど、これ入れるとね、もちろん見えないんでね。でもこの、なんだろう、稲妻のデザイン生かすんだと、こういった見えるタイプの積載車だと、こうね、担保っていうか、このデザインがちっちゃくなるから、これはこれで正解かなと思うけど、多分これ未開封で取っとくって人が多いかな、今回って。で、これは1箱に2個入ってんのか、だから、2ケースとか3ケースとか入れるお店に、もしかしてこれの残らないかな？もし残ってたらね、これかっこいいよ、やっぱかっいいね。からまあうわどうすかね。みんな買っちゃうよね、私が言わなくても。これ私は日本車そんなこだわってないっつったけど、かっこいいなやっぱ。細かいね、23だって。これは何、KW かな。これ桜スプリント自体もかっこいいよな、色タンパーってね。あ、色も合わせてあんのか。キャビン部分と、なんだろう、シルビアの色が ほぼ一緒かな。ちょっと違う気がするせんでもないけど、合わせてあんのか。今回のなんかいいね。この感じでね。なんか遊べますね。なんか遊べますね。5月20日発売のチームトランスポート。まあちょっとだけね、早く手に入ったんで、紹介してみたんですけど、どうすかね、参考になったかな。体調悪い中、押してね、頑張って動画作ったんで、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますよ。で、そうだね、やっぱマスタング私ちょっと外せなかったし、これはやっぱやばいよ。かっこいいわ。だし、まあシルビアのセットもいいしで、どれも外せなかったんで、箱買いしちゃったんですけどね。やっぱ高いよなぁ。きつかった。だから私の場合1台ね、友人に引き取ってもらえるんでよかったけど、まあでもシルビア2、3台、まあ2、3台っていうかね、2セットあってもいいっていう方も多いかもね。でもまあ、通販等々でも全然売り切れた感じはしないんで、やっぱ値段かなぁ。と、今回店頭価格がどうなってるかわかんないけど、明日行ってみたらわかるかな。なかなかね、ちょっとチームトランスポートも集めるのが厳しくなってきましたね。以前だとバースデーに変なタイミングでね、入ってきて、まあ、1000円以下ぐらいかな。で、買えてたんですけど、最近バースデーもね、むしろ高いぐらい、トイザラスとかヤマダ電機とかよりね、高いぐらいの値段になっちゃったんですけど、その代わりリアルタイムで入るようになったけど、前みたいにね、広告の品とかになってくんないですかね。だからチームトランスポートの増車とか、夢のまた夢ですよね。こんな2000円単位、2400円ですかのね、商品を何個も何個同じもの買う余力はないし、特に今度20日はいろいろ出ちゃうからね。だから昨日から YSP とか紹介してるんですけど、あと、オントラも出るしね。YSP のプレミアム系も出るし、ありがたいけど、ちょっとバラしてくんない？まだね、動画作ってないんですけど、ちょっと今整理してるんですけど、6月、7月はあんま出ないんですよね。まあもちろん販売店限定等々の可能性っていうのはあるけど、5月20日に固めなくてもね、みんなボーナス前でね、お小遣いないんでしょ？ 7月とかね、8月とかに一気に出してくれたらよかったのにね。まあでも今回のセット、どれもいいね。外せない。どれが一番いいとか、まあこれはいいかなっていうのがちょっとなかったんで、どれがおすすめかって言われたら、どれも頑張ってみんな買ってみて、私ばっかりずるいお金使わせて死なばもろともじゃないけどさ、みんな一緒に貧乏になろうぜ。じゃ、ここまで、ね、見ていただいてありがとうございます。あとチャンネル登録とインスタのフォローよろしく。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。